アートプレイの五十嵐と申します。ブラッドステインのプロデューサーをやっておりまして、まあ、5年ぐらい前にキックスターターでちょっとうまいこと成功させていただいたものでございます。ですね、まあ、キックスターターがあったおかげで今ブラッドステンドっていうタイトルを作ることができたっていうところで、ものすごく大きな、そのなんていうんですかね、まあ、今までずっと大手でやっていたんですけれども、大手を出て、まあ、個人として外でやっていくっていうことに対して、そのなんですかね、応援してくれる人がこんなにもいるんだっていうところと、もちろんその資金的なところも全て含めて、自分がまたその単独でその開発者として生きていくっていうことを決定づけることができたような、そういうものだったかなというふうに思ってます。最終的な商品として、僕らこれクリエイターの常なんですけれども、いいものはできたと思ってるんですけれども、ただやっぱりやり残したこともいっぱいありますし、まあ、今回いろんなところで本当にやりたかったところがどんどんこう外さなきゃいけなかったこともありますし、あといろんなところでバッカーさんとの約束も守れなかったというところもありますので、そういう部分では心残りはすごくありましたけれども、作品としてきちんと世に出すことができたというところでは十分満足しています。これはすごい難しい質問なんですけれども、そうですね、いろんなところでバッカーさんの約束守れなかったんですけれども、大きく約束を一回破ってもいい権利が欲しいかなと思います。というのもですね、ゲームってやっぱりこう今回のタイトルの場合には、最初から面白いっていうのが分かっているものっていうのをやっているんですけれども、そのチャレンジしていくとどうしても、あ、これ方向間違ったかもみたいなところがやっぱ出てくるので、その時にごめんなさいを一回させてもらって大きくなたを振るうことができればもっといいかなと思います。いろいろこう村上くんとの思い出をこう思い出してたんですけれども、そうですね、キャスルバニアのプロジェクトをやった時に、彼と一緒にやった時にですね、プロジェクト自体結構タイトなスケジュールでものすごいその大変だったんですけれども、彼がですね、人とのそのつながりとか、その人のケアをすごくうまくマネジメントしてくれて、でそれが作品のパフォーマンスにすごい発揮させることができて、もちろん彼自身も絵描きさんなので、そのドットをいろいろ打ってくれたりもしましたし、そういうところで非常に僕のないところをたくさん持っていて、非常に皆さんもご存じのように暁ってすごいいい作品だと思うんですけども、あれができたのはもう彼のおかげだと思ってます。なので何かヒント、彼にヒントというところで言えば、僕よりできている人間かなと思っているので言うことはないんですけれども、ただキックスターターキャンペーン結構大変なので、もうタフさは要求されるので、そういう意味では健康に気をつけて頑張ってくださいという感じでしょうか。